電撃文庫老キューブ。あの、スバルさん、私と勝負してください。一対一で勝負。突然の展開に面食らいつつ、ゆっくりと友果の打診を頭の中で反芻し、言わんとする意味を、目的を考えてみる。まあ別に勝負それ自体は嫌というほど嫌ではなかった。だがこの子が今あえてそんな提案をしてくる理由があるとすれば。それで友果が勝ったらもう一度みんなのコーチしてくれって。はい。やはりそういうことか。うーむ、どうするかな。気乗りはしないが、自分の家なんかに誘って気を持たせてしまったことへの責任は取るべきか。それなら手加減はできないけど、安請け合いをしてぬか喜びさせるわけにはいかない。はい、もちろんです。そうか、じゃあわかった、受けよう。でも怠慢の1対1じゃダメだ。いくらなんでも友果が体格的に振りすぎる。いえ、無理を言ってるんですから構いません。構うよ。だいたい俺が小学生とガチンコでやって負ける程度の選手だったら、そもそもコーチを頼む意味がないでしょ。それは…そうだろう。だからハンデはつける。ハンデっていうのは情けのためにあるんじゃない、ゲームを成立させるために設けるんだ。わかりました、ありがとうございます。すごい不服そうだな。優遇された勝負が好きではないのか。まあもっともらしいことを言っておいてなんだが、俺も大嫌いなんだよな、ハンデつけられるの。だから気持ちはわかるものの、この子がここまで難色を示すのは少し意外だった。さてそのハンデだが、どうつけるかな。フリースロー勝負とかが一番平等なのだろうけど、俺と友果じゃ下手すると運の要素で決まっちゃうからな。じゃあ勝負の方法だけど、俺がディフェンス、友果がオフェンス。一度でもシュートを決められたら友果の勝ち。リングの高さはミニバスに合わせる。その代わり俺は一切のジャンプを禁止、というのでどうだろう。そんな、ハンデ重すぎますよそんなの。ある程度予想していた抗議、それを取り合わず友果に背を向けてボードの高さをいじる。スバルさん。作業を終了して向き直り、少しだけ前進。ゴールの真下で仁王立ちして抗議を続ける友果をいたずらっぽく見下ろしてやる。とりあえず一本決めてみな。それで不服なら考えてあげるさ。動きが緩慢になってきたよ。そろそろ諦めたら。いや、だって制限時間は決めてないもん。ません。だからまだ負けてません。思わず声を上げて笑う。すごい、すごいぞこの子。地を這うようなダックイン、閃光のごときクロスオーバー。とても小学生とは思えないほどのスピード、そして安定感。まったく大したドリブル技術だ。だが違う、真に驚くべきはそこじゃない。この子はなんてアグレッシブなバスケをしやがる。腰の低さと丁寧な口調のせいで完全に騙されていた。友果のプレースタイルはその実10ではなく完全に5。ガード向きだなんてとんでもない。この子は生粋のフォワードだ。ファール紙一重まで突っ込んでくる思い切りの良さといい、まるで単車がコーナーを曲がるかのごとく体を傾けてなお、倒れるものかと歯を食いしばり前に出ようとする執念の体遣いといい、普段のお行儀の良さなどもはやどこ吹く風。おとなしそうな顔して中身は飛んだじゃじゃ馬じゃねえか。加えて精神面も圧巻だ。ターンを見切ってスティールを決めてやれば躍起になって同じ動きを繰り返す。しかも重ねるたびに早く鋭くなってきやがる。絶対に成功するまで諦めようとはしないのだ。
ほら、抜くことばっか考えてドライブイン一辺倒じゃどんなに速くても読まれちゃうよ。相手に外からのシュートもあるぞって印象付けないと。に、苦手なんです、外のシュートは。おまけにこれだ。俺が飛ばないって宣言したからだろう。さっきから意地でもジャンプシュートは打とうとしないのだ。外のシュートが苦手？嘘つけ、怒るぜ、そんなこと言うと。最愛の恋人をバカにされた時ってこんな気分だろうか。バカ野郎、俺はそれが一番見たいんだよ。よく車のハンドルを握ると性格が変わる人がいるなんて話を聞くが、友果はそれのバスケ版だった。いや、ただボールに触れるだけではこんな風に表現したりしなかったから、さらに真剣勝負という条件も加わるのかもな。とにかく今の友果はもはや部活の時とは別人だった。目つきの鋭さからして全然違う。とはいえ正直全く負ける気はしない。フットワークもボールさばきもすごく高い技術を持っているが、見ての通りムキになりすぎだし、悪い意味でまっすぐすぎる。高校生を抜くにはもっと狡猾さとか緩急というものが必要だ。でも好きだな、こういう子は。ちょっとつ盲信結構じゃないか。幼いうちから小手先に頼ると変な癖がついてよくない。細かい技巧なんて後からいくらでも教えてやるさ。ああ、いくらでも磨いてやれる。でもこの超攻撃的な性格と諦めの悪さは教えてどうにかなるもんじゃない。きっと友果は俺とは違う方法で柱になれる子だ。俺のが仲間を支えるバスケなら、この子は仲間を引っ張るバスケ。両方揃えばそのチームは簡単には折れない健康さを手に入れるだろう。